四ストローク期間吸入圧縮燃焼、膨張排気四ストローク期間は、溶石型内燃機関の一種で、エンジンの動作周期の間に四つの工程を経る、四ストローク、一サイクルエンジンのことである。四サイクル期間や四工程期間、略して四ストとも呼ばれる。四ストローク期間は、空気と燃料の混合儀を燃焼室へ、取り込み燃焼して燃焼ガスを排出するまでの一連の、 動作が、ピストンの上昇と下降が2回ずつの合わせて4回の工程で行われる溶石型内燃機関である。1サイクルの間には、ピストンがシリンダー内を2往復して、クランク軸輪に回転する。自動車やディーゼルエンジンを動力源とする、鉄道車両や通常動力型潜水艦などで用られているほか、比較的小型の航空機でも用いられる。また 低地型の動力源、農林業で用いられる下半型の作業機械としても、広く用いられている。なお、大型船舶のディーゼルエンジンは2ストロークが多い。ホンダ株では4ストロークエンジンが採用され、低燃費と高寿命高耐久性により、日本国外にも多く知られている。ガソリンエンジンとして広く普及しているものは、ドイツのニコラス・オットーによって発明された。 オットーサイクルで燃焼のきっかけとして電気火花を利用することから火花点火機関と呼ばれることもある。ロータリーエンジンはピストンを使わないが基本原理は同様でオットーサイクルの一つとして分類される。1サイクル中の4つ工程は以下の通りである。吸入工程、ピストンが下がり混合儀をシリンダ内に吸い込む工程。圧縮工程、 ピストンが上視点まで上がり混合儀を圧縮する工程燃焼工程点火プラグにより点火された混合儀が燃焼し燃焼ガスが膨張してピストンが下視点まで押し下げられる工程以前は爆発工程といった排気工程完成によりピストンが上がり燃焼ガスをシリンダ外に押し出す工程 軽油などの自己着火性の高い燃料を用いるエンジンとして普及しているものはルドルフ・ディーゼルが発明したディーゼルサイクルである。ディーゼルサイクルを利用したエンジンはディーゼルエンジンと呼ばれる。ディーゼルサイクルは次の4工程で構成される。吸入工程、ピストンが下がり空気の実をシリンダ内に吸い込む工程。圧縮工程、 ピストンが上視点まで上がり空気のみを圧縮する工程燃焼工程圧縮により高温になった空気に燃料が噴射され熱により燃料が自己着火して燃焼し燃焼ガスの膨張力によりピストンを下視点まで押し下げる工程排気工程完成によりピストンが上がり燃焼ガスをシリンダ外に押し出す工程 一部の自動車や航空機用のエンジンの多くは、点火プラグをシリンダーあたり2本持つ。メカニズムを簡素化するために、点火プラグは、早期の工程であるピストンが上視点に近づく位置でも、火花を飛ばす。燃料に同じガソリンを用いる場合についてにストローク期間と比較すると、未燃焼成分である炭化水素や、 潤滑油の燃焼に伴う粒子状物質の排出量が少なく三原触媒を用いて窒素酸化物や一酸化炭素の排出を抑制しやすい燃焼効率や熱効率が高く燃費が良好である排気の騒音が2ストローク期間より低い爆発ストロークが可視点近くまで続いて働き 他の3ストロークをこなすための完成装置の働きも強いので低速回転の安定性や操作性は2ストローク期間にまっさる一方でクランクシャフトの回転に対する燃焼工程の回数が2ストローク期間の半分になるため同じ排気量で比較すると出力が低い吸排気バルブとその駆動機構やエンジンオイルの循環機構などのために 部品点数が多く、重量や価格の面で不利である。必要な整備間隔は長くなるとしても整備には手間と費用がかかる。ありがとうございます。